はい、こんにちは。中3数学予習講座。今日は平方根のいよいよ、計算の大詰めですね。こういう式の展開に関することについて、やってみましょう。さあ、まず例題から、ね。さあ、ルート2かける2、ルート2たす3。ね、これ計算しなさい。これルート2かけるなんですよね。で、これ分配法則で、ルート2かけるルート2。ルート2かける3ということですから。これだけでいいんですよ。だからルート2かけるルート2っていうのは、じゃあいくつかなっていうとね、これね。ルート4ってやってもいいし、ルート4っていうのは結局2なんですよね。2なんですよ。ルート4は2なんだと。で、ルート2かける3っていうのは3ルート2なんだと。で、これで終わりです。2番、ルート2たす1かけるルート3たす2。さあ、これはどうするかっていうと、これルート2から、ルート3とかけて、2番がルート2かける2。で、3番が1かけるルート3と4番が1かける2というふうにやっていく。そうすると、ね、ルート2かけるルート3、1がルート6ですね。ルート2かける数字の2はプラス2ルート2。そして1かけるルート3はプラスルート3。1かける2は2です。で、これはルート6、ルート2、ルート3、どれもまとめられないですから、もうこれで終わりなんです。まとめられるときにはまとめます。じゃあ、この1番、ね、やってみましょう。さあ、ルート2かけるルート3たす4。ね。一緒です。さあ、ルート2かけるルート3は、これルート6ですね。さあ、ルート2かける4は、プラス4ルート2。これで終わりです。ルート3かっこ2引く3。さあ、これも、ルート3かける2とルート3かけるマイナスルート3と、ね、2回掛け合わせる。さあ、ルート3かける2は2ルート3です。さあ、ルート3かけるマイナス3、ルート3はマイナスルート9になって、結局マイナス3になりますね。ね。ルート9は3で外れますから、ね。これ気をつけて。さあ、じゃあ3番。ルート5かけるルート20引く2。ルート5かけるルート20。ルート5かける、マイナス2。で、これね、こういうふうに考え、まあ、ちょっととりあえず今日はこういうふうにやってみましょう。これルート100ですね。ね、ルート5かけるルート20。引く2ルート5。ね。で、ただしこれルート100になったらこれね、10ですからこれルート100って。10引く2ルート5までやって丸。さあ、ルート5かっこルート45引く3。さあ、これはね、ルート45を簡単にしてからやると、いいです。3、15、3、5。3、3、5ですから3ルート5ですね。ね、さあ、ルート5かける3ルート5引く3で、ってしてからこうやって2回かけていく。さあ、ルート5かっこ3ルート5。ルート5かける3ルート5は、ね、3ルート25になって、ね、3ルート25っていうのはこれルート5かけるルート5ですから15なんだよね。ね。いい ?3 は3だけどルート5かけるルート5、ルート25っていうか5ですから。ね。だから15。で、ルート5かけるマイナス3、マイナス3ルート5。15引くマイナス3ルート5ね。さあ、じゃあ四角の2番です。今度は1、2、3、4です。ルート3たす5かけるルート3引く1。1、2、3、4ってやっていく。ね。ほんと、ルート3かけるルート3は3ですよね。ね。で、マイナスルート3。さあ、3番、5かけるルート3。プラス5ルート3。で、5かけるマイナス1。マイナス5ですね。さあ、そしたら数字は数字同士。3引く5、マイナス2です。さあ、ルートはルート同士。マイナス1ルート3足す5ルート3ですから。プラス4ルート3。マイナス2プラス4ルート3っていうことになります。さあ、ルート2たす3かけるルート3たす2。これも1、2、3、4ですね。
さあ1ルート6、2、2ルート2、3、3ルート3、4、3、2が6です。ルート6、ルート2、ルート3と数字ですから、これ以上まとめることはできません。さあ、ここで終わり。さあ、じゃあ3番。1、2、3、4とやっていきます。ルート5かけるルート5、5ですね。ルート5かける2ルート3、2ルート15。2ルート、マイナス2ルート3かけるルート5、マイナス2ルート15。マイナス2ルート3かける2ルート3。さあ、2、数字は数字同士ですね。2人が4。で、ルート3かけるルート3は3ですから、4かける3ってことになります。だから、マイナス12ね。で、この2ルート15と2ルート15消えてしまいます。と、5-12が残って、マイナス7が答えです。ね。これね、これ A-B、A+B で公式使えないかなって思った人いると思うんですけど、公式使えます。これ明日やります。4番、2ルート6引くルート3、ルート6足す A3。さあ、1、2、3、4ってかけていきます。さあ、2ルート6かけるルート6。2と、ルート6かけるルート6ですから、2、6、12ですね。さあ、2ルート6かける3。2、3が6。6ルート6。さあ、マイナスルート3かけるルート6。マイナスルートサブ6、18。で、マイナスルート3かける3。マイナス3ルート3です。さあ、こういう時、ルート18は簡単に直しておくことね。18、2、3、3、3ルート2ですね。12足す6ルート6引く3ルート2引く3ルート3。さあ、数字ルート6、ルート2、ルート3で、まとめるところはないですから、これで終わりになります。一個一個積み重ねてね、一個一個の掛け算、割り算、足し算、引き算、ね、ルートを簡単にするっていうことを積み上げていって、このパターンになります。次回はこれ、乗法公式使ってね、パパッと解くっていうのをやってみましょう。いいなと思ったら、チャンネル登録お願いします。では、今日はここまでにしましょう。